コラボイラストというのをお忙しい中お二人に描いていただきまして、今回はこちら描いていただきました。もうすごく難しかったです。夢のようですよクリエイターズスクエアトークアバウトユアストーリー、 MC を務めますアナウンサーの平岩浩介です。この番組ではスクエアエニックスのクリエイターがテーマに沿って毎回気になるクリエイターやアーティストの方をお招きしてトークセッションや自らの作品の解説などを行うものとなっております。本日はスクエアエニックスよりデザイナーの浅見ルビさん、そしてゲストとして百栄遊伝キャラクターイラストレーター川野純子さんをお招きしております。ということでお二人のまず自己紹介からお願いしたいんですけれども、浅見さんからよろしいですか。はい、スクエアエニックスでクリエイティブ推進部という部署でデザイナーをしております浅見と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて川野さんお願いいたします。ラビット&ベアスタジオズでキャラクターデザイナーをしております、川野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでスタジオね、この垂れ幕がかかっているんですけど、浅見さんこれは何のキャラクターなんですか。ですね、後ろにあるのが FF トレーディングカードゲームで書き下ろした竜騎士のイラストですね、はい、手前の方がメビウスファイナルファンタジーのエコーちゃんというキャラクターですね。うん、どうですかこの大きさで。いや、こんなに大きく印刷をしていただくことってなかなかないので、すごく緊張しております。すごい細かいところまでね。そうですね、全部見えちゃう。見えますよね。川野さんは対してこちらいかがですか。こちら、百栄遊伝の主人公のノアで、こちらがまあその主人公のもう一人のセイっていう男の方です、はい、この二人のキャラクターのなんかこだわりとか思い入れとかってあったりしますか。そうですね、こだわりというか今この大きさになって怖いですまさかね、こんな大きくね。そうなんですよね、印刷されるとという感じですが、はい、ということでね、このかっこいいスタジオで今日はお二人にたくさん語っていただきたいと思います。お二人のこう代表作だったりとか、今ちょっとこうお話できる範囲での手掛けてる作品などをちょっとそちらも紹介できればなと思うんですが、浅見さんよろしいですか。私の代表作と最新作がまさにチョコボグランプリという任天堂スイッチで発売されているレースゲームで、そちらでメインのキャラクターデザイナーとアートディレクターを初でやらせていただいております。ファイナルファンタジーシリーズ、チョコボシリーズを中心にいろいろとお手伝いさせていただいたりしております。今回はそのアートディレクターっていうところも初挑戦なんですか。そうですね、今までは板花俊之という FF9 や FFCC でキャラクターデザインメインを務めている大ベテランのデザイナーがいらっしゃるんですけど、もうその方のアシスタントという形で今までついていたので、今回は初めて独り立ちじゃないですけどちゃんと一人前でやってみようということで挑戦させていただいたタイトルになりますね。ありがとうございます。川野さんいかがでしょうか。私の方はやっぱり代表作っていうと幻想水滸伝っていうのになってしまうのかなと思うんですけど、もうあれも25年結構前なんですけど、はい、で今現在はクラウドファンディングで制作がスタートしました今百栄遊伝っていうタイトルを今ずっと開発中で、つい先日前日談としての百栄遊伝ライジングというのがリリースされて、おかげさまで好評とのことでちょっと安心してるんですけど、本編もこれから頑張らなきゃなというふうに感じで日々絵を描いております。今回浅見さんがなぜ川野さんをお招きしたのかっていうちょっとお話を伺っていきたいんですけど、どうですか。はい、気になるクリエイターの方とお話しする機会をこの動画でいただけるっていうお話をいただいた時に、ゲーム業界を目指すきっかけになったタイトル幻想水滸伝、私が子供の頃に初めて自分のお金で買ったタイトルなんですよ、まさに。でしかもジャケットのイラスト買いをした思い出のタイトルで、もうぜひそのデザイナーさんとお話をさせていただきたいなと、でお名前を勝手に挙げさせていただきました。光栄でございます、ありがとうございますこれやっぱりその自身のそのこうイラストレーターになろうとか、まあ、そのデザイナー
仕事にしようと思ったところにもやっぱ深く影響してるんですか？そうですね、まあ、ずっと子どもの頃からイラストが大好きだったんですけど、私の子どもの頃ってまだ SNS とかそういうのもそこまで発展してなかったので、絵で仕事をするってなると本当に漫画家さんのようなイメージしか浮かばなかったんですよね。でなのでゲームでしかも会社員として絵が描けるっていうのを、まあ、知ったきっかけになりました。でもなんかその RPG とか、まあ、そのゲームもそうですけど、ゲームジャケ買いするって結構すごくないですか？うん、でも私はそうですね、どちらかというとオタクにも漫画派、アニメ派、ゲーム派あるじゃないですか。で私完全にどちらかというと漫画アニメ派だったんですよね。動く漫画、音がついてる漫画みたいな延長線でゲームをやり始めたので、もう自分が好きになれるビジュアルのキャラがいるか、世界観が好みかどうかっていうところでも完全にゲームは買っていたんですよ。マンさんいかがですか、そんなジャケットの一枚の。いやもう急あそこあれがなぜジャケットになったのかっていうところもまた結構いろいろありまして、ぜひ今日聞いていただけるとというか。確かに今の話ちょっと伺って思ったんですけど、当時ってやっぱり今みたいに、まあ、それこそ動画サイトとかもないし、動画で見る機会もなかなか少ないので、なんかゲームのそのジャケットというか、まあプレイステーションだったら正方形の、うん、バンっていうのって結構あれを見る機会も多いし、あれで決めるっていうのはもしかしたら多かったかもしれないですよね。そうですね、まあ、昔の方が 3D よりもやっぱ 2D が主体のビジュアルっていうのも多かったと思うので、うん、そこは大きかったのかな。最初にね、お互いがこう今まで作ってきたちょっと作品をね見ていただければなと思って、実はお手元にこのポートフォリオを用意させていただいてるんですけども、麻美さんどうですか、川野さんのこのポートフォリオ。いやーもうまずこういったイラスト資料っていうものを見れる機会ってなかなかないので、うん、もう最初に打ち合わせの時にも見させていただいたんですけど、うん、まず感動っていういやでも本当これだけでちょっと本出せそうなぐらいの本当に貴重なね、画集のような、はい。しかも線画とかも入ってたりとかするので、入れてみましたみたいな。なかなか線画を見る機会は社内でもない。え、やっぱないんですか？ないですね。へ、いやしかもすごい線画が川野さんかっつり描かれるので。いやそんなことはなくて、いやこれは何だろう、線画を見せたいというコンセプトのもと、線画バージョンとして作ったという感じ。なるほど。秘密をばらしてしまいましたこのポートフォリオの中のどこら辺だ、これラプソディア、ラプソディアっていう幻想水湖殿4の相手みたいなやつですけど、うん、これは塗りから描いてるんですよね全部。あで、うん、こっちの方が性に合ってるし、こっちの方が早くできるんですよね。そうなんですか、はい、私このラプソディアのグラフィックが実は川野さんのデザインの中で一番好きなタイトルなんですよね。これ多分私の素が出てるサイトですね。一般的なそのイラストレーターとかデザイナーさんはどっちが多いんですか、その線画で描くのか、線の方が多くないですか、描くのか。正直線の方が多いんじゃないかなと思います。体のバランスとかそういったもの、厚みとかを気にするようになってからは、もう後から修正をしていくことが多くなっちゃって、ってなるともう最終的にもう塗りから入っちゃった方が早くなるみたいな、うん、そう本当そうですいやでも幻想水湖殿のまさに1の時とかってこれってアナログ、1はアナログなんですよ、うん、修正が効かなくないですか効かないので山のようなボツがありますね。この1枚目のこのメインビジュアルというか、これ最初は本当は私が描くんじゃなくて、この絵を元に外注さんに、外のイラストレーターさんに頼むっていう話で、はい、じゃあこんな構図がいいですっていう形でこれをサンプルとして作ったものだったんです。で結局やっぱこれが一応似てるということになる、まあ、似てるというかで採用されたイラストなんですけど、すごい。個別の立ち絵とかもそうなんですか。そうですね、あれも社内のドッターさん用に色はこんな感じでっていうつもりで
もう数が多すぎてキャラクターによっては下書きもなくそのままペンで線を描いて色を塗って渡してたりしたものが、やっぱりキャラクターの数が多いからっていうことで外のイラストレーターさんには頼めないっていうことで後々出ることになってしまって4人で、あーごめんなさい、でもそんな裏話があったんですね。でもこうやってその他のあのポトフォリオの作品を見てるとやっぱタッチが違うのが全然こうね違うのがたくさんあるんですけど、浅見さんいかがですか、この辺は。エソシーコレンの時からの川野さんを追っかけさせていただいていたので、もう特に最近の100円油田のイラストのやっぱサイド感とかタッチとかっていうのはなんかすごい華やかになったなっていうのが、私だけじゃなくて100円油田 のアートディレクターの村上さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その辺と一緒にこう、まあ、当然そのチームのトップの村山さんとかとも話してどの辺で行くみたいな感じで、その、まあ、ポートフォリオに確かちょっと少し水彩っぽいのをいろんな色だとかタッチだとかいろいろテストしてみてどの辺で行きますっていう感じで、で最終的にこのすごいサイドの高いイラストになっていったんですけど、結構まだ慣れてなくて私自身が、そうなんですか、とりあえず このタイトルはこれでいかなくちゃっていう、こう毎回毎回最初の絵を見ながらここに合わせるここに合わせるっていう感じで、もともとものすごいサイドの低い絵を描いてしまうのでほっとくと、なので結構気を使ってます。わかります。でも100円でなんかそのバックグラウンドも含めてですけど、パッて見た時のその本当サイドの高さとか本当にこうカラフルな感じ、すごい鮮やかな感じしますよね。最初は本当言うと割と色幅を絞って、はい、この辺のこの綺麗感のパレットで作ろうかな今回の100円油田はって思ってたんですよ、一番偉い村山さんという方がこのキャラクターの服これでって来て、うおって池谷さんこう打ち破る色で来て、あーみたいな、計画がもうみたいなシャドウオブメモリーズというあの知る人ぞ知る名作と言われている、ね、今回いただいてますよね。川野さんが実はあのモデルも作っていたという話を聞いて何でもやられる何でもやってるみたいな、まあ、どんな経緯でまずこのなんかタッチというか雰囲気になってたんですか。最初にもうキャラクターイラストとかは作ったんですけど、できるだけその雰囲気を持った 3D モデルを作りたいなと思って、本当の人間みたいなリアリズムじゃない感じの 3D のモデル、うーんっていう、結局その感じで首から上だけやらせてくださいっていう形でちょっと首から下だけを他の方にお願いして、なんでリアルじゃないのっていうよく言われましたけど、微妙なラインを狙いすぎたというか、当時の多分時代のゲームだと珍しい多分 3D のモデルの顔つきをしてたような気がしていて、あのモデルがすごい耽美なんですよ。その時代時代によって世界観がセピア調になったりモノクロになったりするんですよね。その階調がすごい綺麗で、もう普通にカラーのモデルを、ただエフェクトっていうかあのレイヤーとかで効果でやってしまうと結構モノクロ調にした時にパッといかなかったりとかするので、あれどうやってるんですかっていう話を先ほど伺って改めてそれはどうやってたの。最初はおっしゃる通りその機械的に一括で変換かけたり、フィルターをかけたりでできるかなって思ってたんですけど、制作途中でできない、これ無理だってなったのでその段階で全部その世界観の色味に作り直してもらったんですよ、デザイナーの方々に。でその白黒だったりセピアだったりそのちょっとだけ色あせてる世界だったりっていうのを何パターンも作り直してもらって、まあ、その中の主人公だけがフルカラーで移動するっていうことがやりたかったので、やっぱそうするしかないよねっていうところでの結論で、なんかもう絵的にすごい印象に残るゲームだったんですよ。物語ももちろんそうだったんですけど、プロデューサーも含め川野さんがされてるっていう風に書かれてたので、やっぱ絵の方が主体で作ったゲームだからこんな綺麗なんだなっていうので結構すごい感動したと言いますか。川野さんがそのあのグラフィック的にというかデザイナー的にやっぱり実現したい世界観とかゲームだったんですか。そうですね、その作品はちょっとシナリオから何から全部やらせていただいたっていうのがあって、あでもトータルでやりたいことをやらせていただきました、すいませんっていうウェディングやったっておっしゃってましたけど、はい、それも一からそのタイミングで勉強されたんですか。ちょっとその前ぐらいからやってたんですね、1個前のタイトル、あのツインビー RPG っていうのをちょっとやってたんですよ。はいはいはい、そこもやってたんですね。あのモデリングもやってたので、そこからちょっと
今度ね逆にあさみさんの作品もねポートフォリオの中にあるのでちょっと川野さんから気になったものとかあれば挙げていただきたいなと。いや一番気になったのは本当にいろんなタイトルを網羅されてるなと思って、うん、でそれさっきちょっと伺ったら、うん、辞書的にそういういろいろなタイトルをちょっとずつされるみたいなお話をされていて、うんうん、あすごい机にしたすごいいやいや働き方でもやっぱ会社で結構変わりますよね、うん、私が所属しているのがクリエイティブ推進部という部署でして開発さんの推進部デザイン部分で困ってるとかデザイナーさんが欲しいんですっていう時に部署間とかいろいろと PJ 間をまたいでお手伝いに行くっていう、ね、今おっしゃってましたけどいろんな作品に呼ばれるってことですね。そうなのですごいなと思って、あとはねやっぱデザイナーっていうところでこのなんか細かい何ていうんですかこういうのデザイン画なんですか。あそうですね、設定も書かれたもの、うん、ソーシャルゲームとか、はい、上物だと、はい、結構装備とか、うんうん、武器とかそうが多くてそうですよね、キャラを描くよりもキャラ周りの、ね、キャラの魅力を引き立てるキャラ周りのアイテムとかを描く仕事の方が実は多かったり、まあ、そうですよね、よく考えてみればね、そうなんですよね。それはメビウスファイナルファンタジーの、はい時の、まあ、キャラクターのシーズン衣装とか、うんうんはい、こういうのはもう1年に何回も描いたりとかしました。 あと結構なんかその冷たい感じの金属でとか粗めのレザーでとかそういうこう文言がちらほら書かれてるんですけど、うん、こういうのってなんか参考にしたりとか実際に見たりとかそういうのはあるんですか。あやっぱ実物の衣装とかそういうのを見て、まあ、この辺の生地はこれにしたいなとか、うんうんうん、結構やっぱ今質感とかをリアルに表現できるタイトルが増えてるので、うん、やっぱその辺しっかり指定しないとなんかちょっとコスプレ衣装っぽくなっちゃうというか、うんうん、確かに中世の鉄の鎧とかってなかなか作りづらいと思うので、うんうん、でもゲームとかだとその辺が作れちゃうので、でむしろちゃんと説得力をっていうふうには言われますね。あそう装備だけどね、なんかイラストも21ページですかね、うん、これはファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスターの、はい、これ実はデザイン側が外に発表したことがなくてえ、そうなんですか。そうですね、初公開ですか。じゃあ初公開ですね完全モデラーさん向けのイラストっていうよりはやっぱ設計図、あちょっと発注書みたいな感じなんですよね。そうですね、これで作ってくださいみたいな。うんここまでね作り込まれてるとどっかに出してほしい、うん、そうですね、なんか出ましたけど今日ようやく日の目を浴びてますけど、うん、チョコボグランプリの車のマシンのデザインがたくさん書いてあるんですよ。これは浅見さん担当されてるんですか。これもほとんどは私が書いてますね。何人かのデザイナーも携わってくださっているんですけど、車のデザインをされるんだすごって思っていやでも今回のは本当の車っていうよりはもう魔法の車みたいな感じだったので、うん、結構こうそういうところに助けられてデザインしてる部分もあるなと。どうなんですか、車とかってその今までそういうお好きだったりしたんですか、書かれたりとか。全くでもう車のかっこよさっていうのもなんとなくは分かるじゃないですか。この車好きな人から見たらもう何がかっこいいとかって、ね、やっぱコツがあるじゃないですか。そこってなんだろうっていうところからもうすごい考えて、そんなところからもう本当の彼女やってることデザイナーの方みたいですよね、うん、やっぱり何かを書くときってこれ何がいいんだろうとか、そう根っこまで一回自分の中で落とさないと出ないっていうのがなんとなく分かります。好きにならないとダメだなっていうのがあって、振る舞われてくる映画めっちゃ見ましたね、すごいですねそれ業務中とかも常に横に流しながら、仮想の車でこれイフリートのやつですかね。そうですね、出していただいてます。これ消防車がデザインになってるんですか、はい、結構今回召喚獣の設定が弾けてて職業を持ってるんですよ。イフニートなのに消防士消しちゃうんだ、ね、火の魔人なのに消すみたいな豪華を、ね、消しちゃうんだっていう、ね、もう最初まず召喚獣みたいな大きいかっこいい
キャラクターとかが運転してるっていうのがもう全くイメージがつかなくてそのね、シバも出てきますよね。そう、シバもあのギャル語を話す JK みたいなでもディレクターが設定を考えてたんですけど、うん、ディレクターに、どういう感じですかみたいなすごい質問に行って、あのイフリートの場合とかはもう消防車を書くのに四ツ谷の消防署にあの博物館に実際に行ってあいろんな消防車があるんだとかっていうのをもう実際見に勉強に行ったりとかして、チョコボグランプリではあのアートディレクターという新しい立場で初めて挑戦したということでしたが、実際に挑戦されてどうでしたか。私でいいのかな本当にみたいな、そういう不安からずっと始まってて、まあ、アートディレクターもキャラクターデザインも両方とももう浅見なんだから浅見の好きにやればいいよおっしゃってはいただいたんですけど、でも最初はすごい自信を持つのがすごい大変だったというか、私がいいよって言えばそれが良くないいよっていう形になって世に出てしまうのの責任感が結構こう重くて、川野さんも幻想水湖連とか長いナンバリングのタイトルをやられてるのでちょっとご経験あるかなと思うんですけど、もともと歴史の古いタイトル IP の作品を作るってなるともうファンの方がいらっしゃるところに新作とかってなると昔からのファンの方を裏切っちゃいけないよねっていうそういうプレッシャーもあって、何が正解なんだろうっていうのが悩んでくるというか、まあ、ありませんか。あります。割と最近もそういう過去作のファンの方が求めてるのこれだよな、でも今書けないそんなのみたいなところもあって、もうある程度責任果たさなきゃなみたいな気持ちになったりとか。そういう時はどういう、こう気持ちで臨むんですか。でも結局今最善のものを出すしかないよっていうところに落ち着くしかないんですけど、それでね、百英雄でなんかそのもうクラウドファンディングって新しい形で皆さんの期待をもうなんかそのままね塊にしたようなね成り立ちではあったんですけど、その辺はどうですか。裏切れないみたいなですけど、あのもうこれはチームみんな言ってるんですけど、懐かしいものは作りたくないっていう話をしていて、やっぱりそこの上にある最新のものをやっぱり提供したいっていうのはあるので、そこは一応2023年期待していただけると。いやそれはね本当楽しみですよね、はい、なんかそう 3D 化じゃなくて選ばなかった方の進化の先をちょっと見てほしいなと、まあまあ 3D 使ってるんですけどねまあドットの RPG の進化の先を見てほしいなっていう、エモいですね、なんかすごいそこに挑戦してるね ということで、ちょっといろいろお互いのポートフォリオを拝見していきながらお話を伺いましたけども、ゲームのキャラクターデザインというところがそのいわゆる普通のイラストとこう違うところをちょっとどんなところなのかなって伺っていきたいんですけど、川野さんどうですか。やっぱりキャラクターイラストっていうのは普通のイラストと違って中にそのゲームの物語を持ってるんですよね、うんうんうん、なのでこのキャラクター何をどういう喋り方するんだろうとか、どう、まあ、なので私すごくいつも文字設定を先にくれっていう結構言ってしまうんですね、うん、どういうキャラクターでどこで生まれて何が好きでどういう喋り方をして誰と関わりがありますみたいなところをできるだけ欲しいって言ってるんですけど、それがないと書けないというか、うん、まあ、なので結構内面から書きたいなっていうところがやっぱ他のイラストと違うのかな、うん、性格を書きたいなというふうに思ってます、うん、キャラクタープロフィールみたいなのがあるとやっぱり一番、うん、嬉しいな、やりやすいです、はい、浅見さんどうですか。でもまさに多分同じところはデザインする上で考えてて、やっぱりイラストと仕事と一番違うところって、ゲームのキャラクターデザインが 2D のキャラデザなのか 3D のキャラデザなのかっていうのにも、まあ、そもそもよるとは思うんですけど、絵としてかっこよくしなくても良かったりする場合があるんですよ。絵を描くってなるとやっぱ髪の毛の塗りはこういう風にあのツルツルに塗るとか、ハイライトはこの方向から入れたい、で肌の塗りはこういう感じっていうタッチのテイストに結構こだわったりとかして、でキャラの周りのものでそのキャラの性格であったりとか生活感とかを出したりとかできるんですけど、キャラクターデザインの場合はキャラが身にまとっているもので背景とかを全部切り離した状態で
どういうキャラクターなのかっていうのをタッチとかそういう絵の表現方法じゃなくて作るものデザイン形とかで決めないといけない。髪型はどういうシルエットにしよう、どういう服を着せよう、同じワンピースでも A ラインのワンピースなのかタイトワンピースなのかとか、このキャラクターだったらどっちのワンピース好きだろうとかっていうのを結構やっぱキャラの性格をまさに、ですよね、どれくらい走り回るんだろうみたいなところもあったりするので、結構走るの好きそうだからショートパンツとか履きそうだなとか、逆に恥ずかしがり屋のキャラとかだったら露出少なそうだなとか、ちゃんとキャラが持っているものとかは、まあ、キャラの生活圏に合っていたり、キャラがちゃんと選んで持っている身につけているものっていうのをやっぱちゃんと内面的な部分を想像してあげて身につけているものの中に落とし込んであげる。いやすごい今の話聞きながらギャルの芝が頭の中に、なるほど、そうなんですギャルが芝がギャルになるとこうなるんだなっていうね、そうですね、世界観が、でも確か元気良さそうな、なんかアクティブな感じがねこの子はスカート履かないなみたいなぜひチョコボグランプリでねちょっと姿確認していただければと思います。設計的な感じが多いですね、うん、そうですね、うん、結局そのトータルの背景とかエフェクトだとか舞台だとかに合わせて、じゃあその中にいるキャラクターの一つっていう感じなので、そういうことを全体を考えながら作っていけるのが、まあ、面白いと面白いし、でもあの小通りのね本当にさまざまな絵柄とかテイストのものありましたけど、やっぱりゲームである以上、まあ、容量の問題であるとか、まあ、全体の雰囲気に合わせるっていうところもあると思うんですけど、自分のスタイルをやっぱりこう変えなきゃいけないとかこう諦めなきゃいけないとかそういう瞬間ってあると思うんですけど花田さん思わず笑いが出てきてすいませんどうですか、そういうところってやっぱりその折り合いがつかない経験ってありますか。そうですね、自分のコントロールがっていうかお願いされる側だと割とその最初からとんまなというか、うん、もうこのタッチで描いてねっていうのが来ると、うん、うんうんってなるときはたまにそれやっぱ川の差レベルでもあるんですか、こう自由に描かせて。いやいやレベルというかもう普通にありますそういうときはどうするんですか、なるべくこう抵抗する、なるべくそれに合わせる。あ、なるべくそれに合わせるんですか。はい、合わせます。あ、それはでも本当はこうしたいなっていう思いは当然でも ありあったりもしますけどいやだからその中にその世界の中にちゃんと収まるようにっていう感じで納品してきたいなというふうな感じで、はい、私は今のところそこまで自分のテイストに合ってないっていうタイトルにまだ合ってないんですよね。多分まあ苦手なジャンルとしてはリアル系とかはあんま書かないので、そういう系が来たらちょっと悩みそうだなっていうのはありますけど、結構いろんなタイトルをまあやってるっていうのもあって、まあ、もう臨機応変に対応するようになっちゃってるというか樋口それすごい力ついてるというかなんかすごいなっていう羨ましいお仕事だなと。逆にこうふっと我に返る時があるというか、私はどれが本当の私の絵なんだろうみたいな逆にそういう悩みになったりすることがないですか。樋口ありますあります。ありますけどタッチだとかその色味だとかを変えても結局自分なりのその言葉はあれですけど歪みというかズレというかっていうところがまあ多分私の部分なんだろうなと。なのであれかなりタッチとかを変えても残るものがきっと私の絵なんだろうなというふうに思うようになりました。いかがですかそれを伺って、まあ、自分が思っている以上に作風って出てるもんだよっていうのは確かに前上司にも言われたことがあるので、そうですね、あるのかもあるんだろうな、まあ、イラストレーターデザイナーのお二人に、来ていただいているということで、今回はなんとコラボイラストというのをお忙しい中お二人に描いていただきまして、完成したものがねちょっとこの大きさになるんですけど、お二人も見られてないですかね。まだこのサイズでは自分の部分しかね、じゃあ見られて1枚の、ね、イラストになってますのでちょっと公開させていただきたいと思います。今回はこちら描いていただきました。わありがとうございますあさみさんからどうですか。いやもういろんな感情があるんですけど、嬉しいのと
横並びになるこの緊張感確かにドキドキするんですけど、はい、でもね同じ方向を見てるっていうのはね、また非常にかっこいいんですけれども、カナさんいかがですか？恥ずかしいやっぱそういう気持ちになるんですか？そうですね、まだちょっと恥ずかしいですあまり合作とかってないですよね。そうですよね、あんまりないもんなんですか、そのコラボとか合作とか、うん、ないです。いや、これは本当記念すべき一枚になりますけど、あさみさんどんな思いを持って今回はキャラクターの選択とそして書かれたんですか？いや、まあそのお互い関わってる IP のキャラクターを一人ずつ描こうって話になりまして、まあ、幻想水湖伝でとなったらやっぱりワンの主人公の坊ちゃんかなっていうのがあって、そうですね、選ばせていただいて。どんな思いを持って書いたんですか？いや、もう本当にそのまずはもう一緒の一枚の絵になるっていうことだったので、必死に本当に必死っていう感じの私の方が先に確か当たりをつけて、うん、そうですね、構図の当たりをつけていただいて、でこの辺にぼんやり、はいはいはい、書きますよ、お願いしますみたいな感じ で、うん、でそこに川野さんがもうバッチリ合わせてきてくださって。川野さんどうですか、書かれた主人公ファイナルファンタジー6のロックを書かせていただいたんですけど、なんだろう、ものすごく難しかったですどのあたりが、たくさんあるんですよね、もともとその天野さんが書かれたところから、うんうん、でどのロックを書くのが正しいのかなって思いながらいやでもどれでもあってどれでもないところにちょっと落としていきたいなと思うと、じゃあどれを取ってどれをみたいなことを考えつつ、またこの構図の中に武器を持たせて配置するのもどうすればいいかななんてことをすっごい難しかったです。どうですか、浅見さん、ご覧になって。いや、もう夢のようですよでもまさかもうまず幻想水湖伝のキャラクターをお仕事で描かせていただくっていうのも思ってなかったですし、ましてや一緒に描いていただけるとも、もう子どもの頃の私が知ったらなんていうのみたいないや、そうですよね、それこそ幻想水湖伝のあのイラストからパッケージイラストから入って、そうですね、お仕事で感慨深いです。川野さんと一緒にね一枚の絵を描くっていうのは素晴らしいことですよね、うん、川野さんとしてもねファイナルファンタジーのキャラクターをお仕事で描くっていう、そうなんですよ、超レアな、どちらかというと遊んでる方だったのでどうでしたか、実際に描いてみて。いや、スクエニのデザイナーさんすごいと思いましたなんかやっぱ同じ方向向いてるのがかっこいいですよね、本当に。共闘シーンみたいな感じのイメージで、うん、でもなんかこうやってみるとやっぱりなんかちょっとこう素人目にテイストが近いものがあるのかなとお二人のイラスト思ったんですけど、どうですか？まあ、私は多分影響を受けている部分はあるのかなと思うので、先になんとなく色味が分かっていたので少しだけ色味は合わせましたけど、うん、ありがとうございます、でもなんか確かにそんな気もします、なんか近いものはあるなという感じは。いや、本当に、ね、素敵な豪華な一枚に仕上げていただきました、お二人ありがとうございます。ありがとうございました。ここまで結構そのゲームのデザインであったりとかキャラクターの、ね、イラストの部分でお話を伺ってきましたけど、ちょっとお二人のパーソナルな部分に迫りたいなと思いまして、お二人はどんな子供でしたかっていうのを、うん、浅見さんからちょっと聞いてみたいな。どうでした？お絵描きが多かったかなと思います。両親が両方とも働いていたので多分一人遊びが好きだったんですよね、いっぱい描いてると褒められるといいますか、うん、っていうのもあって、あ、絵描くと褒めてもらえるんだみたいなどんな絵描くことが多かったんですか？世代なんですけどセーラームーンとか、もうポケットモンスターとか、ね、キャラクターのじゃあ絵を描くのが、そうですね、アニメの真似っこしてることが多かったです。川野さんはどんなお子さんでしたか？お絵描きが好きな子供ではあったんですけど、はい、まあ、どうしてやっぱり家田舎で周り田んぼはなかったけど畑だらけみたいな、はい、折り紙をしたり絵を描いたりみたいな、インドア派でしたけど、でもやっぱ学校の成績っていうか美術は好きだったので突き詰めていってしまった感じが。小さい時はどんな絵を描くことが多かったですか？やっぱ漫画の模写だとかもありましたけど、何でも好きだし、油絵とかもやっぱり中学校ぐらいから面白いなと思って描いたり、結局
構何でも好きでしたね。水彩もされますよね。水彩は、うん、されますがあまり得意じゃないです。あ、そうなんですか。水彩はやっぱり一発勝負なところがあるんですか。あ、だからそこがいいんですけど、何回も描き直したくなっちゃうんで、こう重ねちゃう方が好きみたいな。美術が好きでその延長でつながっていったっていう話もありましたけど、そこからこう、まあ、ゲームの会社だったりとか仕事につながっていくっていうのはどんな決断とか考えがあったんですか。まあ、そんな感じで順当に大学もデザイン科だったんですけど、はい、で周りがその広告代理店だとか就職するわけですよ、うんうんうん、メーカーの中にとか、うん、でもなんか違うかもしれないと思って、でちょうどその頃趣味でスーパーファミコンで遊んでて、うん、であこれすごい好きって今スーパーファミコンご家庭でこのレベルだけど、これ多分技術的にどんどん上がってきて、うん、どんどん解体がそのまま出てくるようになるんじゃないかなと勝手に期待して、うん、あ今だったらこの世界に飛び込むとすごく美味しいかもしれないみたいな邪念で就職決めました。先見の目がねえ、残念でビジネスセンスですけどね当時あのブルーオーシャンとかそんなことはなかったんですけど、うんうんうん、誰も踏んだことがないなんか雪景色に自分がこうバタンっていけるみたいな、そんなイメージで飛び込んだって感じ。いや、もうまさにその通りになってますそうですよね、好き放題。そうですね、ちょっと後ほど伺おうかなと思ってたんですけど、その当時遊んでたスーパーファミコンでソフトってどんなゲームが多かったんですか。任天堂さん大好きっ子もうそのと普通にスーパーマリオやってたりとか、まあ、あとドラクエ大好き、FF 大好き。あ、そうなんですね、はい。じゃあもう RPG だけじゃなくていろんなゲームでも遊ばれてみて。遊んでました。でもやっぱり RPG 好きだったんだと思います。物語性があるものがすごく好きだったんだろうなと思います。そこは結構なんかイラストとかデザインとかって特に考えずに遊んでたんですか。そうですね、言われてみればそことは結びついていない、なんか意外になんかそこはそうですね、ファンアートとか書いてはいなかったですね、そこはなんか意外に直結はしてなかったですね。そうですね、ただひたすらに遊んでるだけでした。渡辺さんはどうですか、その今の仕事にこう行き着くまでというか。私は最初全く美大とか入ってなくて、全く関係ないもう農学部へ一応理系上だったんですよ、はい、なるほどなるほど。だったんですけど、でまあ大学全く違う方に入ったんです。教師になりたくて、教師になろうかなと、理科の先生になろうかなと思ってたんですけど、でもやっぱり絵が描きたいってなって、大学卒業して専門学校に行くぞって決意して、親に言って、はい、でその時の、まあ、約束がちゃんと大手の会社に入るからっていうので入ったんですよね。縁があって今の会社に、新卒入社で入れていただいて、割とストレートに来た感じの。それ大学に行かれてる時はやっぱ絵は描いてたんですか、プライベートで。そうですね、同人活動と言われるような形の描いて、ゲーム作ったりとか何か仲間とやったりとかしてて、やっぱこっち行きたいなとか思っちゃったんですよねデザインするっていう部分だとゼロから作り出すことも多いと思うんですけど、そのデザインの源泉というかこう源になるようなものってどういう瞬間に生まれたりとか、なんかこういうストックがありますとか、こういう経験から来てるんじゃないですかねとかって、川野さんどうですか。見るもの全てがデザインになってしまうっていうのはあるんですけど、まあ、怖いのは見て直後に出してしまうと本当にそのまま出てしまうので、それはしないようにすごく気にしてますね。本当にすれ違った人の髪型すごいいいな、メモって思うんですけど、それをそのまま書くのはちょっと一回自分の中で消化してからとか、そんな感じ。あ、でもそういうところも得るんですね。普通急に入ったトイレの壁紙の模様切りとか、すごい。やっぱデザイナーさんってそうなるんですね。なっちゃうんですよね。ここまでいろいろ伺ってきたんですけれども、かなりちょっと視点を広げて、今のこのゲーム業界で働くことっていうことに関してお二人感じることあるかなというところで、浅見さんいかがですか。コロナ禍で在宅とか働き方とかいろいろと変わってしまって、ただでさえゲーム業界って普通の会社とちょっと雰囲気が違うところがあったりしたんですけど、余計にこう個性が出てきて特殊な感じになったというかでもすごい
楽しい職場なので、でこのクリエイティブな感じは今後もまあ発展していくのかなとは思います。やっぱりクリエイティブな人はぜひっていう感じですかね。目指していただきたいですよね。作るのが好きな人にとってはすごく楽しい環境なんだなとは思います。川野さんはいかがですか。今一番忙しい時ではあると思うんですけどそうなんですよ、ちょっと忙しいですけど、まあこのコロナ禍で百栄友人チーム結構もう人数いるんですけど、実は全然顔合わせたことがなかったりするんですね。それでもすごいちゃんと成立しているのがやっぱり新しい働き方なのかなっていうふうに思います。本当会社勤めだったら働けないようなそのお子さん連れの奥様とかが結構参加していらっしゃって、今回ドットとかで協力してくれたりして、なのでそこら辺もすごいなと思って、結構使えるもの何でも使っちゃってるぞ私らみたいなところがあって、そこも合わせてなんかもうちょっとこういう働き方がこれからもできればいいのかななんてちょっと思ったりしてます。ぜひね、ちょっと百栄友人チームもね、あの感染症も落ち着いたらですけど、全員で顔合わせて打ち上げが誰だったの、ね、みたいな、そうあれは誰だったのっていうのがでもちょっと新しい時代にね入ってるような感じもありますよね。その辺でいうと、こうゲーム業界一緒に働くにあたって、どんな人とこう一緒に仕事したいとか、こういう人がいたらいいなとか、こういう人に目指してほしいなっていうのをなんかイメージあったりしますか、浅見さん。でもやっぱ作りたいものがある人が強いのかなと思います。で私もやっぱりそういう人とお仕事をするのが楽しいな。作りたいものに対して私もデザイン的に応えたくなるし、まあ、それに惹かれて私も作るっていう、こうなんていうんですか、お互いに高め合う、っていうのがやっぱ共同制作においてはすごく大事かなとは思うので、作りたいものがある人は、川野さんどうですか、こんな人と一緒に働きたい、作りたいものを持ってる人が作ったものっていうのはやっぱユーザーさんも伝わってしまうと思ってるんですよね。なので描いてる絵とか描いてるだけですけど、それでもやっぱり、作りたいっていうか描きたい意欲がちゃんと伝わるんで、そこを失わずに自分も仕事しなきゃなって常々思っています。しかし今もう気持ちがあれば、なんか技術的な部分と後からついてくるとか、なんとかなるとか、そうありますもんねやっぱり現場のプロに囲まれてると、それにどんどん引っ張られて個人個人のスキルはどんどん上がってくるので、やっぱ大事な部分っていうのは発想的なところになるのかな。ということで、ちょっとね、いろいろと伺ってきましたけども、お二人がこれから挑戦したいことなんか挙げていただければなと思うんですけれども。働きながらもう入社してもう何年にもなるんですけど、もうずっとの課題でして、もう常にどうなりたいのかっていうのは探しながら変わりながらではあるんですけど、でもやっぱり作ることが好きで、これをやめずにずっとまず続けていきたいなっていうのがありますね。川野さんどうですか。その通りではないじゃないんですけど本当に私その絵を描いたりしながらも時々シナリオの仕事とか、ゲームの企画とかをしちゃって、ちょっと絵の仕事が離れちゃったりとかして、でまた戻ってくるとものすごく落ちてるんですね。なのであやっぱり物事は続けなきゃダメだなっていうのは本当思ってて、やっぱこれからと何年できるかなみたいなことは常々私も考えてるんですけど、できるだけお仕事ちゃんとしていきたいな、体が動くうちはとか思ってます。シナリオとか絵を描く以外のところまでこう活動されているデザイナーさんっていうのは、私は知る限りでは本当にほとんどいらっしゃらなかったので、もう本当に世界観すべてを作られている感じですよね。まあ、仕事は結構楽しいのでぜひぜひなんかキャラクターデザインするときにそのキャラクタープロフィールが詳細であればあるほど嬉しいみたいな話もありましたけど、逆にそこでも作るわけですよね。なので自分が作るとその辺は楽わからないところがないので、逆にそのもらったプロフィールからキャラクター書いてて、このキャラクターこんなことしそうだなとか、こんなバックグラウンドありそうだなみたいなのもどんどん出てきたりするものなんですか。そうですね、たまにそういうのもあって、こういうことをさせたいんだけどどうみたいな感じで無理なことを言ったりします。でも本当なんか新しいものを生み出してるキャラクターにこう命吹き込んでる感じですよね、その作業って。そうですね、まあ、そこが楽しい仕事なので、いかがですかその話を伺って。いやでもま
さにそういうやっぱ全体的に世界観を作る、想像するっていうのをできるようになりたいなと、キャラクターであったりとか画面の絵の見え方はこうしたいって、ビジュアル部分のアプローチとかは最近はやらせていただいてるんですけど、世界観を想像する、そこまでできるデザイナーにはちょっと憧れるので今後挑戦していけたらいいなと思います。そんな川野さんみたいなデザイナーになるには何かアドバイス伝えられることありますか？いや、なくて正直私ここにいるのも全部運なので、運を掴んでくださいみたいなチャンスは絶対にものにしてくださいみたいなところが、はい、チャンスは確かにこの業界大事かもしれない。あさみさん、これからのなんか今関わって作品とかやっていくようなこと、何かお話できる範囲あれば作品の紹介などもしていただきたいんですけど、いかがですか？今は、まあ、現在進行形で、まあ、やらせていただいているのはチョコボグランプリ、こちらぜひ遊んでいただきたいなっていうのと、最近ですとファイナルファンタジーの35周年記念で LINE の絵文字を書かせていただきました。こちらが4月ですね、今年の4月に発売されました。何個か実は携わらせていただいているタイトルがまだあるんですけど、そちらがちょっとまだ全く情報が出せない。なるほど、これからですね。じゃあもうお楽しみにと。そう、そちらもちょっと頑張ってやっていこうと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございます。もう楽しみにねしております。川野さんいかがですか？百英雄伝の本編が2023年に控えてまして、今作業が佳境ということで、そこもぜひお待ちくださいっていうのと、今運営しているスマートフォンのアルカラストを終わる世界と歌姫の果実っていうタイトルがありまして、こちらがようやく最終章に入ってきて、ここから最後の盛り上がりっていうところなんで、ぜひこちらも応援していただけると嬉しいなっていうふうに思ってます。あとはちょっとまだ言えないタイトルとかもあったりします。はい、いいですね。ということで、ぜひねゲーム業界全体もね盛り上げていただければと思います。で、ここまでいろいろ話いただいたんで、最後にお二人に書くこととはという質問をしてちょっと締められればなと思うんですが、あさみさんからいただいてよろしいですか？仕事であり趣味でありっていうのが一番かなと思います。川野さんは書くこといかがでしょうか？ライフワークとまでは言わないですけど、なんか常に横にあるもので、やめちゃうとそれが返ってきちゃうしっていうところで、こう長く付き合いたいなっていうものでありますね。はい、クリエイターズスクエア、トークアバウトユアストーリー、じっくり語っていただきました。え、今日はお話しされてね、改めて感想ということになりますが、浅見さんいかがでしたか？もう緊張しました。そんなに見えなかったですけどね。いや、もう会社員ですし絵描きなので、もう机にずっとかじりついてるからもうこんなところに来ることがなくて、でも憧れのねクリエイターのマンさんに来ていただきましたし、もうそれもあって、はい、ちゃんと受け答えができるかどうかとか眠れなかったです。ありがとうございました。川野さんどうでしたか、お話されて？まだ緊張してます、ね、いや本当になんかこんなんでよかったんでしょうかっていう、いやでもなんかなんだろう、自分自身を振り返れたかもしれないという気がします。はい、もうずっとねお忙しいんでね一旦ね立ち止まっていただいて、そう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 、後ろ見ていっていうのもねいい機会であればなというふうに思います。ということで、本当にお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。トークアバウトユアストーリーはこの後もね今後とも続いていきますので、そちらもぜひお楽しみにしていてください。お話しいただいたことがなんか、あと私がお話ししたこととかをこう、あ、分かるとかあるよねとか意外に共通点があるので、やっぱりこう勝手に親しみを持たせていただいたのが素敵な方だなとちょっと頑張らなきゃって思いました、いろんな意味で